皆さんこんにちは、劇団ムーンの月部です。みのすけです。ということで今回はレストラン北斎の紹介とメニューレビューを行っていきたいと思います。ということでまずはレストラン北斎の紹介ビデオをお楽しみください。レストラン北斎。ここは古き良きアメリカで愛される日本料理店。19世紀終わり頃から西洋では芸術や建築などで和のテイストが使われるようになりました。この町でも伝統的な日本食の美味しさが知れ渡り、今では多くの人に愛されています。世界に誇る浮世絵師葛飾北斎の名前を冠したレストランで、あなたも日本の味に舌鼓を打ってみてはいかがですか。いやー、レストラン北斎、はい、よかったですね。めちゃくちゃいいよね、本当に。実はね、僕も二之助も、はい、レストラン北斎初だったんですよね。そうでしたね。まあちょっと若い頃は、うん、パークで日本食を食べるなんていうね、頭がなかったですから。そう、だったらアトラクション2個乗るよっていう。そう、もう考えが変わってきてね、うん、おじさんになっちゃったわけです。あったかいお茶って美味しいよね。やばいです、おじさんですよ。まあもちろん若い人でお好きな方もおられますけれども。そうだね、そうだね。まあ本当にね、素敵な時間を楽しむことができまして。そうでした。美味しいご飯もね、食べてくることができましたので、早速レビューの方に移っていきたいと思います。はい、まずはこちら、ロースカツ膳でございます。はい、こちらカツイコール二之助、ご紹介預かりましてありがとうございます。どうだったんですか。最高ですよ。最高ですよね。レストランさくらでも私ロースカツ膳いただいたんですけど、はい、もうそれと同じでした。いや、全く一緒ではないはずですけど、おこのロースカツ膳としては。ああ、そうだね。はい、うん、もちろんね、細かいところはちょこちょこっと違うわけですけど、はい、ロースカツ自体は、うん、ほぼほぼこう一緒と言いますか、うん、同じ満足度でしたね。いやー、そうだね。ちょっとなんかご飯の上に、うん、まあ何者かが乗ってたりしたんですけど。そうだね。いや、もうこのカツはね、とにかく美味しいね。美味しい。そしてディズニーランドのグルメって、うん、なんかこうお上品な量っていうイメージがあるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。ロースカツ膳ボーンです。生まれたってことですか。違います、違います。もうボーンドン爆ですよ。ああ、そういう音を楽しめると。ごめん、突っ込んで。本当にね、お肉の満足感は素晴らしいです。すごかったね、本当に、うん、肉の厚みがすごいじゃない。そうだね。そしてね、歯ごたえもしっかりあって、うん、なんといってもこの衣と肉、お、これいかがでした。ベッドベトに付き合ってましたね。その通りなんですよ。言いたいこと言ってくれますね。もう完全にそれを言えという振りがね、今来たのでね。言ったまでですけども。いや、でも本当冗談抜きじゃなくてそうですからね。美味しいよね。やっぱりカツってロマンがあるじゃないですか。男のロマンだね。そう、なかなか普段ね、カツってちょっとやっぱり面倒ですし、おあまり食べる機会はないかなと思うんです。人によると思いますけど、すごい、まあ、月兵さんはないかもしれないですね。ですのでね、やっぱりなんか特別感あるんですよね。なるほど。そしてそれを特別なディズニーランドで楽しめる、うん、ウィンウィンウィンじゃないですか。好きだねそれね。もうね、皆さん間違いなくカツが好きな人であればね、満足いただけるメニューでございますので、お楽しみいただきたいと思います。はい、お次はこちら、カニとサーモンとイクラのチラシ丼でございます。こちらはね、ロースカツ膳とは打って変わって、まあ、あっさりとしたと言いますか、うん、魚介のね、丼だったわけですよ。いや、こちら優しかったですね。ほんとそうでしたね。このね、だし醤油みたいなので味がつけられているんですけど、うん、本当にね、優しい味なんですよ。なるほど。でも物足りないわけではない。しっかりと味がついているという。そうでしたね。まあ、例えるならベイマックスはすごい優しくて温かいヒーローなんだけど、しっかりこう大きくて存在感があるみたいな感じですね。ああ、伝わるような伝わらないような感じですね。そしてね、乗っ
ってるイクラ、うん、こちらいかがでした？イクラ大好きなんですよ。はい、めっちゃうまかったですね。そしてスペシャル感がありますよね。あるよね、プチプチですよ。はい、そしてサーモン、おお、トロトロですよ。とろけた。そしてカニ、うん、ホクホクですよそうだった。いや、あったかくはなかったです。ああ、ほんと、うん、なんかホクホクという表現がいいんです。はい、もうディズニーで食べれる生もの、うん、唯一ですよね。確かに生もののイメージあんまりないですよね。ディズニーで食う生ものがこんなにもうまいとは。ディズニーで食べる生ものって言ってもらっていいですか？あー、もうすいません、ちょっともう美味しすぎてもう言葉が出てこないんですよね。そうか、丁寧語とか、うん、謙譲語とか、これだけお上品な食べ物ですから。はい、お上品に行きましょうよ。そうですね。はい、そんで二之助はどうだったんだよ？めっちゃうめえこれ。あ、ごめん、二之助さんにも映っちゃって伝染しちゃった。もうマジこれ。あー、わかる。すいません、すいません、あんまりキャラと違うから、うん、頑張っちゃうね逆に疲れるねいや、ほんと美味しくてね。美味しい。もうなんかね、体に染み込んでくるかのような、うんうん、うん、そんな味だったんですよ。ほんとだよね。パークでね、過ごしてるとやっぱりたくさん運動もするし、うん、まあ、疲れも多少あるじゃないですか。そうだね。その疲れをね、すっと癒してくれるような。なるほど、そんなメニューだったね。こちらね、ボリュームも、うん、まあ、程よくというか、はい、結構しっかりありましたよね。あったね、うん、十分お腹いっぱいになっちゃったもん。あ、ほんと、うん、よかったね。あ、どちらさんですか？月兵衛の幸せが、はい、二之助の、はい、幸せ、イエス。あ、ありがとうございます。はい、いや、というわけでね、もう本当に日本の味を味わえる、うん、おジャパニーズの味を楽しめる、あ、一緒ですね、お味となっておりますので、ぜひこちらも皆さん食べていただきたいと思います。はい、というわけで今回はレストラン北斎の紹介と、そしてフードレビューを行ってまいりました。どうですか、二之助さん。裁縫ありありですね。そうだよね。もうなんかまず店内の雰囲気からして落ち着けるし、うんうんうん、そして食べ物ももちろん美味しいということで、僕たちもね、初めてでしたけど、ぜひ皆さんに、どうですか？行っていただきたいです。それを待ってました。さっきからなんか、ゆえみたいな振りがすごいよ。ぜひね、これを見て行ってみたいな、と思う方がおられましたら、足を運んでいただきたいと思います。というわけで、本日はこれにて終演でございます。私たちのチャンネルではディズニーをもっともっと好きになっていただくためのお役立ち情報やパークフードレビューなどを配信しております。動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。ということで今回はレストラン桜のメニュー、何レビュー、何レビューだ桜っつったぞ。レストラン北斎の、北斎の、いやー、レストラン桜、桜じゃないですそんで二之助はどうだったんだよ？めっちゃうめえこれ。ちょっと大丈夫大丈夫、キャラクターにないよ二人とも